皆さんこんにちは、バックカントリー穂高の歌です。今日は雪山、特に高山帯とかですね、アルプスなども含めて高山帯での雪山でのビバークの方法についてご紹介をしたいと思います。これはでも雪の量とかにもよって変わってくるので、まあ、ある程度、ビバークをするために必要な雪の量があることを仮定してのお話になりますので、まあ、場所によっては違ってくるということも、ご承知ください。まずですね、雪山でどうしても一晩明かさなきゃいけない、テントもないシュラフもないという状況で一晩明かさなきゃいけない時にですね、必要なビバークセットというのを、ちょっとご紹介をしたいと思います。その前に雪山でビバークするとき、どういう方法が一番自分のですね、この命を守るために必要なのかというところをまずご説明をしたいと思います。北アルプスのですね、まあ、2000メーター以上の雪山を仮定してですね、ご説明しますので、まあ、それ以下のところではちょっと違うかもしれませんけども、まずですね、2000メーター以上、まあ、厳冬期のですね、冬山の2000メーター以上の、まあ、八ヶ岳であったりとか北アルプス、中央アルプス、南アルプスのあたりの高山帯でビバークをする方法です。まず、まあ、テントを持っている場合は、まあ、テントを張っていただいて、もちろんシュラフも携帯していればテントとシュラフがあれば、それで、まあ、ビバークというよりはテント泊キャンプをできるという状態になるんですけども、テントシュラフがない場合に、どうするかというお話です。でまずだいたいですね、-20度、気温が-20度と仮定します。これは厳冬期になると -30度、-40度ぐらいに達することもあるんですけども、まあ夜中朝方はですね、かなり冷え込みますので、それでもまあ -20度と仮定して説明します。で気温が -20度で、風がですね、まあ北アルプス冬山では、まあ、10メーター20メーターの風が、まあ、普通に吹いてます。まあ、風が弱くても、まあ、10メーターぐらいの風が吹いていると、秒速10メーターですね、10メーターの風が吹いて、風速10メーターで、風速10メーターの風を、素肌で当たると体感温度というのがマイナス10度。これ体感温度はあくまで素肌ですね、あの裸の状態で当たるとということになるんですけど、まあ、10度マイナス10度になると、そうすると気温とその体感温度、風による体感温度の低下も足すとマイナス30度ぐらいと仮定します。マイナス30度、これマイナス30度の世界ではですね、人間はじっと止まっている状態ではもう生命を維持できない。よほどのこの衣類とかそういうものでの、まあ、寝袋とかあればいいんですけど、寝袋とかそういうものでの保温っていうのを心がけないと生命をですね、ちょっと維持できない状態になります。まあ衣類って言っても行動する時のですね、冬山の衣類だけでは、例えば足先とか指、手の先とかっていうところから体温どうしても奪われてしまうので、まあ、グローブを下にしてもですね、奪われてしまうので、じっとしている状態だと、多分一晩ちょっときついなという状態になりますので、まずですね、裸の状態でのビバークっていうのは非常に厳しいと。そうするとテントシュラフがあれば、そのシュラフで保温できるので、マイナス30度というところからとりあえず体温を維持できる、温度を保てるという感じなんですけども、まあ、これテントシュラフがなければそれはできないので、じゃあ次にどうするかというと、まあ、ツエルト、皆さんご存知のですね、こういったツエルトですね、僕の場合はすぐ使えるように、まあ、丸めてスリングで止めてるだけなんですけども、このツエルトにくるまるとどうかっていうと、ツエルトにくるまるとですね、まあこうツエルトにくるまった状態でいると、まあ、中に入っていても、まあ、風はある程度防げると。この10メーターの風はある程度防げるので、この風の影響っていうのは受けづらくなります、ある程度ですけどね。で、次にやっぱり気温マイナス20度、まあ体温もありますので、体温でこの中、このツエルトの中の温度も多少は体温で暖かくはなるんですけども、まあ大体ですね、この外気の温度と大体同じぐらいになります。かぶったばっかりの時は結構暖かく感じるんですけども、だんだん時間が経つにつれてだんだんやっぱり冷えてくるという状況になります。じゃあ結構きつい、マイナス20度の中でのビバークっていうのは結構きつくなります。でそこでですね、雪を掘って雪洞、雪洞というのを掘ってですね、雪の中で過ごすことによって、このマイナス20度の外気の中でもこの雪の中に穴を掘って
過ごすことによって、この雪の中の温度っていうのが、この外気はマイナス20度でも、大体雪の中の温度はですね、プラス2度からマイナス2度ぐらいの間、まあその状況によって若干前後しますけれども、大体0度前後ぐらいの気温というのに変わります。それにこう体温とかでの、なんか空間の広さにもよりますけども、空間が温まったりとかして少し暖かくなるという状態を作れます。だから0度前後ぐらいだと、まあ、衣類を着込んだりとかしてですね、なんとか一晩生き延びるということは可能になります。だから雪道ですね、この雪道を作るというのが一番ベストです。で、雪道を作るにはですね、ある程度雪の量が必要なんですけども、まあ、厳冬期の冬山高山帯では、やはりある程度雪の量っていうのは場所によってですね、確保できますので、例えばですね、稜線、これが、まあ、2500メーターぐらいの山の稜線だとしてですね、この、風上側、北アルプスでは西風が吹くんですけども、こっち側が西ですね、こっち側が東。風がとにかく強い風が常に吹きつけているのが西風で吹きつけているんですけども、こっちの西側の斜面っていうのは結構雪がですね、飛ばされて、この強風で飛ばされてですね、雪がついていない状態、特に稜線の近くは雪がついていない状態というのが常に厳冬期は続いています。意外と雪が少ないですね、稜線は。で、その飛ばされた雪はどうなるかっていうと、この風下側に、落ちていくと。それである程度風下側のちょっとこうくぼみになったりとかしたところに雪がたまるような感じになります。まあ大体ですね、この西側と東側半分ぐらい、こっち側は雪があるけどこっち側は雪がないっていう状態が大体ほとんどになるんですけども、そうするとやっぱり雪があるところ、雪がある場所を確保したいと。ただこの稜線はですね、結構雪庇が張り出したりとかすることがあります。こう雪のですね、こう雪庇、雪がどんどんこう風下側にこうくっついていって雪庇という状態になったりとかします。この雪庇が落ちてきたりとかすると非常に危険なので、この雪庇もあまりこう極端に張り出していない、こういつ落ちてくるか、こうかぶってですね、いつ落ちてくるか分かんないようなところはちょっと避けなきゃいけないんですけども、そうするとやっぱある程度地形を見てですね、地形のこうくぼみ、風下側のこうくぼみみたいなところがあれば、ここにこう雪がたまる傾向があるので、ここに穴を掘るとっていうような感じでビワークというのを、雪道を掘ってですね、ビワークというのができます。で、その時に、まあ、今日は必要な道具類というのをちょっとご説明をしたいと思います。はい、今ご覧いただいている装備道具がですね、雪山でビバークを、雪道を掘ってビバークをする時にあれば便利なものをご紹介しますので、もしよかったら参考にしてください。まずはツエルトですね、僕はこんな風に持っているんですけども、ツエルトはこれ広げると普通に長さが2メーターぐらいあって、横幅が80センチ、90センチあって、高さも80センチから90センチある、まあ、通常普通のツエルトと言っていいのかな、人がこう中で足を伸ばして横になることができる大きさのツエルト、これを用意しましょう。よくあの軽量コンパクトな、まあ、座った状態で使うツエルトとかもあるんですけども、やっぱりビバークをした時に、まあ、横になりたい時もあるので、横になった時にこう体を覆えるというのがベストです。まあ、コンパクト軽いっていうのも一つ手なんですけども、そのためには犠牲を払わなきゃいけない。で、このツエルトの役割としては、やっぱり命に関わるような状態の時に非常にこうあるかないかでの差が出ますので、一応大きめの方を選ぶようにしてください。で、僕の場合はスリングをつけてこう丸めてるだけなので結構大きいんですけども、まあ、畳めばこのぐらいのコンパクトさにはなります。ツエルトですね、ツエルトが第一つ目で、次に雪道を掘るためにやっぱり必要なのは、ショベルです。雪用のショベル、これアルミでできていたりとか、もうこのブレードのところがプラスチックっていうのもあった、昔はあったんですけど、最近はもうアルミっていうのがほとんどだと思います。で、やや固めの雪を掘るときは、少しこう先が丸くなっていたり、少しこう尖っていたりとかっていう方が、少し硬い雪、特に稜線でですね、寒いところで固められた雪っていうのは少し硬い方が掘りやすい場合もあります。で、また、こう付け方によっては、ですね、ブレードがクワのような形になるものもあって、それだとこう書き出すときにですね、書き出しやすかったりとかします。まあ、そういうタイプを選ぶようにしてください。
まあ、大体1万円ぐらいで売ってますね、そんな感じです。で、まあ、ツェルトとショベルがあればとりあえず穴を掘って、でこのツェルトで蓋をしたりとか、その雪道の中でツェルトを、まあ、ゴザみたいに引いたりとか、あとはツェルトにくるまったりとかっていう感じで、過ごすという感じになるんですけども、まあ、できればツェルトでくるまりながらも雪道の中でですね、まあ、お水を作ったりとかお湯を作ったりとか、あとは少し暖を取る、ただ、一酸化炭素中毒っていうのが、まあ、密閉された部屋で、火を使うと、一酸化炭素中毒とか酸欠とかになったりとかすることもありますので、そこは換気に気をつけていただいて、まあ、コンロでお湯を作ったりとか少し暖を取ったりとかっていうことができるように、コンロとコフェル、まあ、一番軽いやつでもいいんですけども、まあ、コンロとコフェル、あとはガスカートリッジですね。でこのガスカートリッジ、今これは250という大きさで、まあ、大体 200g ぐらいの中にガスが入っているんですけども、まあ、一晩のビバークでいけば、これこの大きさのやつが一つ満タンのやつがあればいいのかなという感じはします。これもっと積極的に使う、キャンプとかで使うんだと冬山ではこれだけ1本だけでは足りないんですけども、一応ビバークの時に一晩、まあ、最低一晩持てばいいっていう感じだと、このぐらいの大きさ1本で足りると思います。まあ、足りなかったら2本持っていったりとか、その辺は工夫をしてくださいというので、まあ、コンロですね、これはやっぱりお湯を作ったりとかして体温、体を温めるっていうのにやっぱり一番効率がいいので、必ず持っていって、まあ、日帰りとかでも冬山に入る場合は、ある程度高山帯とかに入る場合は必ず持っていきましょう。で雪道を掘るときに、登山用のですねグローブをはめてですね雪道を掘っていると、どうしても汗とか雪がついたりとかしてびしょびしょに濡れてしまいます。これはいくら防水性のあるゴアテックスのグローブを使っていても、まあ、汗もかくので必ずびちょびちょに濡れてしまうと。そうすると雪道を掘ったはいいが、次の行動の時に手袋が濡れている状態で次の日にですね山を歩かなきゃいけないっていうとちょっと辛いので、僕はですね雪道とかそういう作業をするように作業用のゴム手を持っていきます。これはマイナス60度までこのゴム手のですねこのゴムがバラバラにひび割れたりとかカチカチになったりとかしない、そういう寒い寒冷地で使うためのゴム手なんですけども、中には一応保温材のインナーグローブもついている、これはタイプです。これだと濡れた時はこうやって外に出してですね乾かすことができるということでちょっと便利なんですけど、一応こういうゴム手を持っていっておいて、鉄道掘る時とかラッセルをする時とか、そういう作業の時ですね、雪を積極的に触らなきゃいけない作業の時に登山用のグローブを濡らしたくないので、これをはめてこう作業するという感じのグローブを持っていきます。これはインターネットでも販売しているので、まあ、3,000円ぐらいですかね、寒冷地のホームセンターとか行けば売っていたりとか、あとはインターネットの通販で、これは大ローブなんですけど、まあ、他のメーカーもあると思います。で次に雪道を掘った時に、まあ、雪道穴を掘ってその入り口をですね塞がないと、結局外気温度と同じようにですね空気の入れ替えがあって、外気温度と同じように冷やされてしまうので、雪道にですねできればこう蓋をしたい。でもう完全に休む時は、雪でですね中の雪道の中の木をブロックでこう切り出して、それを入り口に積んでいって、入り口を蓋す、ある程度蓋すという方法もありますけども、まあ、外に出入りしたいときは、その雪で塞いでしまうと出入りできなくなってしまうので、このツェルトでですね、蓋をするような感じで使ったりもします。また雪が足りないとき、穴を掘ったんだけど塞ぐほどの雪がないようなときも、やっぱこのツェルトでですねある程度覆うと、少しこう穴を掘ってその上を覆って、一応その密閉まではいかないんですけど半密閉された状態を作るためには、やっぱこのツェルトっていうので、蓋をしたい。でそのために必要なのはやっぱロープ類になります。いくらこのツェルトで蓋をしようと思っても風で飛んでしまうので、それを防ぐために、まあ、このロープとかを使って、ロープとかですねあとピッケルとかストックとか持っていればストックとかを埋めたりとかして、そこにこのロープで湯沸いて、ツェルトに湯沸いて蓋をすると、飛ばないようにして蓋をするというような感じで、まあ、細引きとかですね、あとはカラビナとかスリング、これも適量必要ですね。それから補助ロープですね、これは20メーター8ミリの20メーターのロープなんですけども、まあ、このぐらいのロープが1本あればかなり役に立ってくれます。
でもし持っていければ、日帰りとかキャンプじゃなくてももし持っていけるようならできればですね、まあ、雪の上で、体温奪われてしまうので、まあ、そういう時はリュックとかを下に引いてですね、マット代わりにして、それで横になったりとかっていうのも、あとは持ってるものですね、持ってるものを下に引いて、横になったりとかすることである程度断熱はできるんですけども、やっぱり心強いのはこういったマットですね、キャンプ用のマットっていうのを持っていれば、この上で横になることができるので、ある程度断熱っていう効果を得られることができますので、まあマットですね。でこのマットはリュック、大きめのリュックを、まあ大体80リッターとかですね、90リッターぐらいのリュックを持っていれば、このマットをこうリュックの中に入れて、他の動画でも紹介してるんですけども、このマットをですね、ちょっとこうリュックの外側にこう広げるようにして、その中にパッキングをすることで、いろいろ食料とか水とかですね、そういうものを凍らしたりとか冷やしたりとかせずに、ある程度ちょっとこう保温効果っていうのも得られるので、そんな感じでパッキングをすればそんなには邪魔にならないんですけども、これがまたリュックの外についてたりとかすると結構邪魔になってしまうので、できれば大きめのリュックを持っていって、こういったマットも、まあ、冬山ではですね携帯していると、まあ、いざという時は役に立ちます。この辺がビバーク用のセットになります。でこういうものがなくて、もしビバークをしなきゃいけないっていう時はもう最悪ですね。例えば、寒食だったりとか、あと愛染だったりとかですね、そういうものでこう穴を掘ったりとかしなきゃいけないんですけども、そうすると非常に、まあ、それでも穴を掘って中に入るっていうことは大事なんですけど、そうするとすごいこう労力とですね時間がかかってしまうので、この辺のグッズはぜひ持っていただきたいなと思います。で冬山雪山なので、まあ、雪崩っていうものもあるので、まあ、雪崩グッズの中にはこういったショベルだったりとか、あとはプローブですね。これはプローブなんです。これ2メーターのプローブなんですけど、伸ばせば2メーターになります。でこのプローブでを持っていれば、雪の深さっていうのをこれで簡単にこう測ることができるので、どれぐらい掘れるかっていうところを、このプローブを刺してですね、吹き溜まりのところ、どれぐらいの深さがあるかなっていうところをこれで調べたりとかっていうことができます。プローブ、こういうプローブも、まあ、雪山当然持って行かれると思いますので、こういうものもちょっとこう雪像を掘る時の目安だったりとか、そういうのに使うことができますので、まあ、こういうものを活用してですね、もし雪山で何かトラブって一晩明かさなきゃいけないっていう時は、こういうものを活用してですね、とにかく朝まで頑張ってですね耐えるということで、で朝を迎えたらまた、なんとか無事に下山できるようにですね努力していただくということになるんですけども、まあ、こういうことものがあることによって、次の下山、次の行動っていうのを、まあ、楽にはならないかもしれないんですけど、可能にしてくれます。生還を可能にしてくれる。要は雪山でですねビバークをして、例えば手に凍傷を負ってしまったりとか、足に凍傷を負ってしまったりとかすると、次に朝を迎えてもですね下山できなくて、そのままこう連絡が取れない、救助に来てもらえないっていうことになってしまうと、助かる見込みが、すごく確率が減ってしまうので、そうならないためには常に動ける状態っていうのを保つためには、やっぱこのビバークセットっていうのが必要になりますので、こういうものを用意するようにしてください。We'll be right back.